そうですよね。そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。初球は際どいところに来ました。ストライクです。スライダー外れます。アウトコースへ決めました。ワンボールツーストライクです。打ちました。田村抑えてワンアウト。バッターは2番に入っている。まずは先頭バッターを打ち取っています。バウンド上、そしてキャッチャーは田村。このバッテリーをオールセントラル打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね。その打線は機能してくるんでしょうか。注目です。打ちました。切れていきます。ファウル。高め打ちました。打ち上げた。ファウルグラウンドで掴んでツーアウトです。打順は3番。ツーアウトになっています。初球ストライク。インサイド落ちました。このフライは切れそうだ。切れました。ファウルボール。ボールカウントは2ストライクです。変化球空振り。スリーアウトチェンジ。この回オールセット。